あなたは運命の恋を信じますか？食べ先で出会った人が転校してきたりとかあるわけないよね。もっと身近な恋探した方がいいよ。はあ、運命の恋なんてあるわけないか。これは運命の恋に憧れる一人の女子高生が田舎で出会ったひと夏だけの恋の物語。これってもしかして運命の恋？青夏